はい、再びアークの世界へ戻ってきました。続きをやっていきましょうなんですけど、前回ね、鉱山の山に、ギガノトサウルスがいるのは分かったんですけど、今までね、ギガノトサウルスを、見て見ぬふりしてきたんですよ。だけど、もうそろそろ、いや、もう今、ちょうどこの今のタイミングに、あのギガノトサウルスをテムスしなきゃいけない時期に来たんじゃないかと、なんかね、そういう使命に駆り立てられてるんですよね。なので、ギガノトサウルス、体力が8万あるんだけど、とにかくね、毒矢だね、麻酔矢をもうぶっ込みまくって、彼をテムしていきたいと思います。確かね、まだね、毒矢作れなかったんじゃなかったかな。毒矢作れたかな。はい。エングラム46終わってる。じゃあしょうがないから、麻酔矢をたくさん作って、もう彼をもうぶちまけるしかないよね。じゃあ麻酔矢全然足りないんで、300本ぐらい必要かな。そんぐらいちょっと用意してみよう。まずはね、いろいろ試しにやっていきたいと思います。はい、どうしようかな。ひとまず夜になったんで寝ましょう。いやー、麻酔矢作るだけでも相当時間かかったな。よし、おはようございますと。腐った肉いっぱいあるね。ひとまず、あ、そうか、たぶんな、普通の肉じゃギガノトさんはテイムできないと思うんで、キブルも持ってこっか、たくさん。で、レックスに、いいかいいか。ひとまずこんだけの、これをたくさんぶちかましていこう。じゃあ食料保存庫なんですけど、これ霜降りの干し肉、これがあるんすよ。これがあれば余裕じゃないか。しかも8個あるんだよ。じゃあ行きましょう。ここはね、アルゲン酸でいこう。前回みたいにヘマはしない。とにかく上取って、上ひとまずどういう出方だな。その登ってこれないところで一方的に撃ちまくる。もう約300発の麻酔や毒矢をド頭にぶちかましていく。うわー、うわ、あ、なんかいる。あれは、アルファカルノでしょ？ 6400、レベル2。じゃあ、どうしようかな。一旦、作戦変更？アルファ種発見により、どうしよう。いや、どうしようかな。ちょっと難しいな。ここにレックスを召喚してもいいんだけど、アルゲンが狙われちゃうもんな、その間。これ以上死なせたくない。なんかいい方法ないかな。つうか、ギガノトがどこ行ったんだよっていう話でさ。いやー、どうしよう。アルファカールの倒したいなぁ。どうしよう。マップ的には、ちょっとおびき寄せるか。一発来てくれ。いい、来ないなぁ。そう、なかなか来てくれない。
空飛んでるとおびき寄せるの難しいもんな。低空飛行、お、低空飛行してれば来るか。いいねいいね。いたー、ギガちゃんいた。ギガちゃん、ギガピタがいた。どうしようかな。ほっ、うわ、ちょっと岩邪魔だな、岩邪魔だな。さあ、美味しいの両方とも見つけた。あ、やめとこっか。とりあえずまあこっち優先。ギガノドさん、さあついにお宅をテイムする時が来た。さあ下手にね攻撃仕掛けられないから、一発で体力半分減るから、おち、せい、当たってね、うわ怖っ、あ、どんどん下行っちゃう。そこってさあれじゃない、うん、ミドルチャンパーだよね。ここに引っ掛けるっていうのはありかも。あ、どうだろう、ここまでおびき寄せれればねえ。あれ、どこ行った、いた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 。さあこの辺彼からすればいっぱい噛みつく存在いっぱいあるよね噛みまくってるよね。今度カメさん、うわ、カメさん一瞬で死ぬ、瞬コロ、おお、あ、落ちるか、落ちろ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 。下にステゴさんいるから落ちるんじゃない。落ちろ落ちろ落ちろ、落ちんかい、こら落ちんかい。やったー、落ちた、効果ある。ほっほっほっ、ステコさんが落ちて、さあここに、ここでここでここで、どうどうや、お、ここいける、ちょっと怖えな、ちょっと怖えな、ちょっと怖えな、よよ、いけるか、尻尾でいいか。じゃあ今からガンガン撃っていこう。うわ、やべ、やばいやばいやばい、あ、あ、いっちゃダメ、あー、カモン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 、え、アルゲンどこ行った、アルゲン、なに、やろう、痛い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 、終わった、乗させて。おう、そうか、アルゲンさんあれか、あれ無抵抗にしてるはずだけど、なんでだろう、なんか攻撃仕掛けに行った感じ。正直この場合はあれかな、シママタンとかの方がいいかな、走って誘導させれば、そんな気がしてきたな。シママタンのスピードだったらついてこれないでしょう。うーん、そうしよっかな、一旦じゃあちょっと戻ろうか。